選ばれし精鋭たちの真剣勝負、大一番がいよいよ始まる。昨シーズンプレーオフ進出確実と思われていた日本ペイントマレッツ、しかし終盤戦まさかの4連敗でプレーオフへの道は閉ざされてしまった。昨年本当に悔しい思いをしたので、なんとかプレーオフに行きたいという気持ちがみんな多分あったと思うので、その悔しい思いを胸に今季のレギュラーシーズンを戦い抜き、2シーズンぶりのプレーオフ進出を果たした。Tリーグ4連覇の輝かしい経歴を持つ日本生命レッドエルフ。しかし昨シーズンのファイナルでは大激戦を繰り広げた木下アビエル神奈川に敗れ、5連覇の夢は途絶えた。王者奪還に向け名将村上康和監督のもと鍛え上げられたチーム力を遺憾なく発揮しプレーオフ進出。レギュラーシーズン終盤10連勝を果たした橋本穂乃香は野島航基 MVP 賞を獲得し勢いに乗る。昨シーズン MVP、 今シーズンもダブルスで安定感のあるプレーを見せプレーオフ進出に大きく貢献。チーム最年長の柴田咲希、今シーズン覚醒。ビクトリーマッチで3戦全勝した強心臓を武器にパリ五輪代表早田ひな、平野美宇、張本美和に勝利した横井さくらと、シングルス、ダブルスで19勝を挙げエース級の活躍を見せた王道さつきの19歳コンビ、世界トップレベルのカットプレーで観客を魅了するキャプテン佐藤ひとみが控える。大島由美監督のもとチーム悲願の初優勝なるか。チームの象徴は野島 T リーグの舞台で長年輝きを見せ続け、過去のプレーオフには全試合出場しプレーオフ通算8勝を誇る全日本チャンピオン、パリ五輪代表の早田ひな。T リーグで圧倒的な勝率を誇る東京五輪金メダリスト伊藤美誠のツインエース、さらに長年チームを引っ張る森さくら、シングルス、ダブルスで13勝の笹尾飛鳥、ダブルスで輝きを見せる孫維善、孫明陽の中国コンビ。昨シーズンファイナルでダブルスに起用されるも敗戦。悔しい思いを胸にこの舞台へ誰よりも闘志を燃やす赤江佳穂、今シーズンもダブルスで貴重な勝ち点を挙げチームに貢献し続ける麻生怜ならレッドエルフアカデミーからの叩き上げ選手も控える豊富な戦力で王者奪還へ。木下アビエル神奈川の2連覇を阻止するのはどちらのチームなのか。ファイナルへの切符を手にするのは果たして。野島 T リーグ2023-2024プレーオフ、両洋エレクトロプレゼンツ女子セミファイナル、日本生命レッドエルフ VS 日本ペイントマレッツ。